え、待って、こんばんは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 。ちょっと遅刻しちゃいましたよね。遅刻しちゃった。あの、帰ってきてエアコンをつけた瞬間に配信をつけたので、マジで寒いんですけど、こんばんは。あとちょっとレッスン終わりなのに髪の毛も直す時間もございませんでしたので、ボサボサなんですけども、前髪も終わっているんですけど、今日はちょっと許してください。こんばんは、ありがとう、今日も来てくれて。今日もレッスンお疲れ様、ありがとうございます。今日寒いよね。だって絶対ポッケになんか入ってるな。あ、チョコだ。ポッケからいろんなものが出てきます。ツインテール、そう、ツインテールにしたよ今日は、気分で。こんばんは、なんか絶対間に合わないって分かってたから、チャットで送れるって言おうと思ったんだけど、送れるってチャットで言おうとした瞬間に携帯の充電がなくなって、あ、終わったなって思って、家帰ってめっちゃ秒で充電器させております。マジで焦った。ストレートもいいけど、やっぱツインテだよね。本当に？なんかストレート好きって言ってくれる方も多いけど、やっぱツインが好きですか？久しぶりにメリちゃんの配信来れて嬉しい。ありがとう、久しぶり来てくれてありがとうね。夜勤明け？お疲れ様。なんか美術良くない？そんなことないよ。それはね、昨日のお風呂上がりに配信したのに比べたらすっぴんだったから、そりゃ美女がいいかもしれないよ、メイクしてるから。でも朝からメイク一回も直してないし、崩れまくってるし、今日ずっとマスクして私崩れてる。テロップ書く。こんばんは。なんて普通のテロップなんでしょうか。こんばんは、こんばんは。すごい、昨日から男女読みが解禁されて、やっと配信してる感じが出てて嬉しいんだよね。チャット明日からも継続するからね。ありがとう。あ、今日の23時59分までだったんだった。それにしよう。テロップを変えます。チャット今日まで。今日までって書いてももう終わってるもんね。あ、そう、肉じゃがで乗せたの。この前作ったやつをチャットに乗せたんですけど、意外と料理ができちゃったりするみたいな。あ、今日向さんの卒業公演見てるの？ありがとう、いいねって。レッスンは順調？うん、順調なのかな、わかんない。覚えるのが遅くて、なんか脳内では理解してるの、なんかここはこうしてこうしてって
振り付けが理解してるけど、やっぱりなんか曲でやるとできなくて、全然あのね、私すぐ集中力が切れちゃうし、ダメダメなんですよね。こうやって自己肯定感が下がっていくので、皆さん上げてください。私のもうみんなしか私の自己肯定感上げてくれる人いないから、コンビニのイメージしかない。肉じゃが作るのが得意な女の子好きです。本当に。でもあれも得意、卵焼きも得意。なんか前ね、めっちゃいつだっけな、あれなんかジュナとサホと誰いたっけ待ってジュナとサホと私とももちゃんで、なんか私とももちゃんがどっちが卵焼き作るのかがうまいかってやったんですね。圧倒的に私だったので、私はももちゃんより、ね、あの卵焼きが作るのがうまいということになりました。そういう認定をもらったので。その写真いつかチャットとかに載せたいけど、あの、ま、あまりにもね周りが汚いので載せられないです。いちご大福ピザマンメロンパン今日は食べた。え、今日は食べてない。今日はチーズカレーパンみたいな食べましたよ。オムライスも好き。作れるよオムライス。卵焼き選手権優勝。わかんない、コマとかには負けるかもしれない。もしかしてツインテール、左右で高さ違う。こんばんは。え、わかんない、適当に結んでるだけだから高さが多分違います。アンナオムライス得意料理にあげてるの。そうなの。チーズカレーパン、そう、チーズが好きなの。基本的にチーズが好きだから、チーズ食べ物は何でも好きなので、カレーパン、チーズカレーパン美味しかった。バスセンターにパン屋さんなんかあるの。バスセンターにあるパン屋さんってなんだろう。その年で料理前はすごいね。そんなことないよ。だってもう、あ、めっちゃ気になる。これ斜めってるよね。めっちゃ気になるんだけど、ちょっと待って。治らないし、もう。もうわじゅう。もういいや。A 型が出てる、こういうとこで。牛丼もチーズ当たり前やん。私チー牛だからもう完全にチー牛大好きなの。チー牛しか買ったんです。え、ピザはチーズ増量が好きだし、オムライス固めとふわとろどっちが好きですか。ふわとろが好き。デミグラスソースのふわとろが好きです。寒っ、寒い。安定に。寒いです。お腹空いたし、寒いし、助けてください、誰か。ヤッフォー、ありがとう、来てくれて。暖房さっきつけたばっかだから、全く、あの、なんていうの、全くあったかくないです。本当にくっそ寒い部屋にいる今。東京行くとよくオムライス屋さん巡りする。
私一時期めっちゃ東京行ってた時はどこ行ってたかな、一人で行ってたけど、私なんか東京のアイドルさんがめっちゃ好きで、そう前結構前にメールでいろいろ書いたんだけど、ライブアイドルさん出たりとかがめっちゃ好きでよくライブに行ってたよ、土日とかで。でも一人で喫茶店巡りとかめっちゃしてたし、一人で何してたかな、いろんなとこ行ってた記憶がある。あ、一人でね AKB さんとか握手会行ってたの、そういえば。でもね、言うて結構前なんだよね、一番最近に行った握手会がリップグロス、久しぶりのリップグロスだったっけな確かの、え違う違う違う、久しぶりのリップグロスじゃなくて、待ってなんだっけ、なんかの握手会で、待ってどこだっけな、あれ横浜、パシフィコ横浜だっけ、忘れた、めっちゃ記憶ないんだけど、で大森真帆さんと千葉エリーさんと、下口奈々さんと、待って私誰行ったんだっけな、その時5人ぐらい行ったんだよな、思い出したい、多田恭佳さんの卒業前だから多田恭佳さんも行ったはずだし、確か、あ、里美奈さんだ、里美奈さんだ、そうだそうだ、そう握手会行ったんだよね実は。チャットもちろん継続する、ありがとう。全然一人で、マジで一人でどこでも行くよ私、なんか多分そういう風に思われないのかな、見た目が、わかんないんですけど、なんか渋谷とか、私一時期その東京に行った時期につけ麺にめっちゃハマってて、渋谷の道玄坂マンモスさんっていうめちゃめちゃ美味しいつけ麺の専門店があるんだけど、結構有名だから知ってる人いると思うんだけど、そこにめっちゃ通ってて、そう坂を登っていったら、渋谷のドンキとかだった、あの坂を登っていったらあるんだけど、そこがめっちゃ美味しくて、そこのつけ麺を食べるためだけに渋谷に行ったりしとかしてた。懐かしいな、行きたい、そう富山からだよ、今月米田コーヒー新潟に来てから行ってないです、どこにあるんですか。そうまだ入る前はねめっちゃオタ活してたな、ペットボトル開けられない、ペットボトル開けられないですけど、もう誰も助けてくれない時は自分で開けますよ、それは開けられるんかいって感じだけど、なんかそうなんでこの話をしてるかっていう時のひろかが、今日の朝だけ配信でひろかが、私はキリット果実が大好きなんですね、で毎日ほぼ毎日今日もね飲んでいる、今日も飲んでいたわけなんですけど、キリット果実をセブンイレブンで買ってひろかにいつもあげてもらうというルーティーンが私にはありまして、ありがとう、桜の花びらがずっと待っていて嬉しいです。そうずっとボトル硬いからね開けられないですよ。マンモス、もうどこかで会ってても何の、もう本当にそうだと思う、てか会ってると思うよマジで。4期生で一番イメージと違うかも、嘘、109行ったことあるけど、私はねなんかショッピングに行くってよりかはこれを買うって決めていくから、109に用があって行くことはあまりなくて、ネットで買っちゃったりするかも。ペットボトル開けるバイト応募、あもうそれは一発合格だと思いますよ。
劇場で連番、マジでしてると思うんだよね私普通に。もしかしたら現役メンバーで一番の現場経験者なのでは。わかんない、どうなんだろう、先輩方がどれくらいオタクされてきたのかわからないんですけど、これが絶対に言えるのは4期の中では絶対一番あのオタク歴は、うん、在宅ではなく行っていた歴があるということがですかね。そうな感じ。でも AKB さんで一番握手会通ってたのは大森真帆さんなんだよね。やばい、めっちゃくしゃみしたい。メリーみたいな可愛い子と連番したら絶対忘れないはずだけど記憶にないから多分連番してない。めっちゃ早口で読んじゃった。いやしてると思うよ、だって私めっちゃ前通ってた時とかそんなにあのあれだもん、メイクとかしてない時から行ってたから。だってさ、すっぴんでさ、メガネしてたし、私コンタクトにしたの高校からだし、ん？ 13 くらいからだから、うん、わかんないよ絶対。マホピー NGT 志望、そうですよね、見てたよその時。私本当にその時のから見てたもん、マホピーさんが私は一押しで、あの卒業されて矢作萌香さんとかも好きで、ドラフト会議第3回ドラフト会議は見ておりましたよ。やっぱドラさんだな、わかる、オタクトークしたいみんなで。すっぴんメガネの写メいつ書こうか、絶対したくない、一生しないから。本店ドラさんのパジャドラ、え、私も行ったよそれ。あ、行ったことあんの、合ってるかもね。じゃあドラフト3期生さんと16期さんのパジャマドライブ、めっちゃ何年前、何年前やそれ、めちゃくちゃ前じゃない、行ったもん、マホピョンさん天使の尻尾とかしてた時行った、懐かしすぎるよ、なんて懐かしいんでしょうか。すっぴんもとても素敵そう、どこが、すっぴん本当にブスだから、ブサイクだから。TGC いたの？すごいね。思い出マイフレンド、え、わかる、あ、わかる。なんか私ドラフト3期生さんのよくなんかレッスン、レッスンなんかわかんないんですけど、なんかの合間とかでよく配信とかされてたじゃないですか、メンバーさん高生の方がね。その時によく見て、当時よく見てたのは大森真帆さんと矢作萌香さんと誰見てたかな、今 NNB の山本美香奈さんとかも見てたし、あ、そう、多田恭佳さんはもう卒業されちゃった方の話をしていいのかわからないんですけど、そう、元 AKB の多田恭佳さんは、私はいつか同じステージに立ちたいってことをずっと握手会で話してて、実はね、同じステージに立つことはできなかったけど、うん、でも
そう、報告は実はしたんですよね。フォーテイトに受かったっていう。そう、多田恭佳さん好きだったんだよね。配信で太鼓を叩いておられる時から私は見ておりました。きょんちゃん好きだった。私もきょんって僕隊一番最後に行ったの僕隊だったんだよね。多田恭佳さんに会った。めっちゃオタク話してんだけど、私今日大丈夫かな。なんかオタクじゃないですけど、オタクの時の話しましてるんですけど、なんかもうキョンって書いた、こういうよく女の子のさ、女の子、可愛い女の子がさ、よく持ってるさ、ネームボードあるじゃん。ああいうの作って、懐かしい。あれ、満喫とかで作ったもん。東京のよくわからんコンビニでコピーして、なんかラミしてネットみたいなして、なんかパールみたいなパパってやって、でめっちゃそれを作って秋葉に行ってやったなーって、やりましたね。懐かしいです。そう、なんか私の好きな、私がオタク時代、NGT に入る前に好きだった、48グループのメンバーさんがどん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 卒業されていて、そう、下口ひななさんも本当に好きだったんですよ。多分意外なのかな、わからないですけど、私的に意外だと思ってるんですけど、下口ひななさんは私の中では太陽だったので好きだったし、公園でもずっとサイリウム振ってたし、結構僕隊もそれで行ってたし、うん、新無系公園もよく行ってたし、一番やっぱ東京に行ってたから AKB さんに一番行ってました。オタク全開ですが、オタク全開なんですけど、ドラフト制推し、確かになんか全然そう意識してるわけではないんですけど、なんなんだろうね、なんか気づいたらそうなってるね。でもひななさんは本当に私好きだった。うん。なんか元気ない時によくひななさんの握手会に行ってたんだけど、毎回なんか意味わからんぐらい元気になって帰ってくるの、私10秒間ぐらいで。だからアイドルっていいなって毎回思わされたし、全力のパフォーマンスが大好きだったし、それこそひまわり、卒業公演でも、日向さんの卒業公演でもひまわりやってたと思うんですけど、日向さんが公演でやってたひまわりがすごい、 AKB さんの卒業生さんの話をしていいのかわからないですけど、ひななさんがやってたひまわりが本当にそう好きで、それでひまわりが好きなんですよねっていうのも実はあります。そうなのっていう裏話みたいな、今まで話したことがなかった話でした。今の現役メンバーでおすすめの子は、え、私じゃないんですかね、そこ。え、AKB48 さん、私がただのオタク目線で話してしまうと、大森真帆さんはドラフト生さんの時から好きだったから、好きでございます。はい、確実に認知は切れておる、いると思いますけど。オタ同士仲良くなろう。なろう、仲良くなろう。おしゃべり会でさ、オタクトークしたいんだけど、私。そう、思い入れがある曲なの、私にとっても。ただオタクとしてね、思い入れがある曲で、ひまわりは。
なんか AKB48 さんってこの動くじゃないですか、このステージが。だからひまわりの時にすごい上に上がるんですね。でここが本当に本当に良くて本当にひまわり好きだったんだよねって、うわーってなってた。なんかアイドルだって。本当に劇場公演当たったら東京に行って、それだけのために行って、帰りは渋谷に行ってマンモスでつけ麺を食べて夜帰るみたいな謎ルーティーンがあった週がありました。僕は NGT のことしか知らないから NGT の話しますか。僕隊いいよね、わかる。僕隊はね、僕隊は何が好きだろう、曲ユニットは日暮らしの声が好きです。坂道にはまることはなかったかも、うん、なかったわけではないけど48が好きで、なんかアイドルがどんどん成長していく様子を見れるのが48だと思ってるから48がすごい好きで、でも一時期坂道っていうか日向坂さんを追ってた時期もあったんですけど、そうちょっとだけね そうマンモス狭いよね、この一部の人にしかわからない会話してる。つけ麺めっちゃハマってたんだよね、本当に。はあ、なんかすごい、あ、元つけたら嫌だけど、推し麺の話するとこんなに悲しくなってしまうのはなんででしょうか。最終的に NG に来てくれたのが嬉しい、ありがとう。でも NGT でよかったなって思うことは結構あるんだよね、実は。え、あれマジで前わかる。なんかつけ麺とかさ、ラーメン屋さんとかもそうだけど、なんか結構狭いお店とかってさ、隣の人と、隣に男の人が座ってたとするじゃないですか。そしたらなんか割りスープが横に置いてあったら、すいませんみたいな感じになっちゃうの。でもかといって最後まで味わいたいから、私は全然すいませんとか言って取るんですけど、全然もうあのそう全然取っちゃうんですけど、そうつけ麺のスープは絶対にまくると決めておりますので。新潟に来てからつけ麺食べてないかも。おすすめのお店とかあったら教えてください、なんかメールとかで。オタトークしてたらね、私多分ね何時間でも喋れると思うよ。え、そう気まずいよね。つけ麺はちょっとだけつけて食べるのかな、ドブ漬けで食べるタイプ。私はつけ麺の麺があったら3本ぐらいはそのまま麺だけで食べて、私はラーメンは絶対にスープが大事だって思うタイプなんだけど、私の個人の感想です、これは。
つけ麺は絶対に麺が大事で、マンモスさんは本当に麺が美味しくて、でスープも私つけ麺のスープ、今まで本当にハマってた時本当にありえないぐらいつけ麺を食べてきたの。あ、待って、新潟でつけ麺食べたわ。名前忘れちゃったけど食べた。オーディション受かった日に食べました。その頃もめっちゃつけ麺にハマってたから絶対つけ麺を食べてやるって、そう家族に言ってつけ麺食べた。 思い出した そう、本当になんか私の一番好きな具合の油っぽさのスープだし、なんかチャーシューがいい感じでトロトロで美味しいのと、なんか麺が一番、マンモスさんは麺が一番好きで、今まで食べたつけ麺のお店の中で、つけ麺の専門店とかいっぱいあるけど、その中で一番麺が一番美味しかったから、ドブ漬けで食べることあんまなくて、普通にどのお店行ってもね、結構半分ぐらいつけて食べるタイプです。マンモス調べてたらそっちに気を取られてめっちゃ時間経ってた 調べてたの でもなんかマンモスさんめっちゃ通ってたから、なんか多分お店の人に覚えられてる気がする 何かお外で並んで待つスタイルだった。ラーメン部、私ラーメン部っぽいですか？絶対ラーメン部っぽくないよね でもつけ麺は好きですよ、めちゃめちゃ あ、お昼につけ麺食べたんですか？いいな。移動手段って歩きかバス。え、なんか私、なんかたまに聞かれるんですけど、私免許持ってなくて、この年だから免許持ってるって思われがちなんですけど、免許は持っておりません。吹奏部は私一番入りたいと思っている部活 2番目はゲーム部で、3番目が、2番、あ、でも同じかな、キャンプ部も入りたいです。王将にいつも逃げてた。え、餃子の王将のラーメンマジでうまいよね。わかるんだけど。さおちゃんとラーメン、え、食べに行ったよ。この前食べに行ったばっかだわ。めっちゃ、セットでめっちゃ食べました。ママも結構近いから今度絶対行く。え、行ってくれるの？ありがとう。つけ麺部 絶対ラーメン部さんと一緒でいいよね メリーに助手席に座ってほしい系オタク。何それ、ドライブデートじゃん。そう、キャンプ好きなんですよ私。昔からよく、私インドアって思われがちなんだけど、全然アウトドアなので。日野さん目当て、そんなことないですよ。これは結構ガチで。ガチで言うとそんなことはなくて、そんなことなくもないですけど、そんなことはなくて、私はね、銀河英雄伝説で、あ、自分って思ったよりゲームできるんだって思って ゲーム目覚めたかもしれないって 趣味私多分結構ある方だと思う。中学の時は料理部に入ってて、もうなんか走ってくる部活の運動部の人にカップケーキとかクッキーを差し入れするっていう謎部活でした。
ひなちゃんのためにアニメと漫画聞いてください。私あのめちゃめちゃ今アニメ勉強してて、実はそう、それを言いたかっただけです意味わかんないですでもね、今は私の頭の脳内はダンスと太刀打ちを覚えることがいっぱいいっぱいなので、そう終わってから見ます。そう昨日ねいっぱい語っておられたのを見ていて調べました、いろいろ。もうなんかさ、すっごい歌いそうになっちゃう。本当に嫌だ。銀エデンのアニメは1話だけ見ました。コンサート夜楽しみにしてるよ、ありがとう。来てくれるんですか、夜。ありがとうございます。コンサートね、なかなか皆さん見つけられないかもしれませんけど、頑張って見つけてくださいありがとう。なんか私のために来てくれる方がいるなんて、なんだこの世界線、良すぎ。40分配信します。40分経ったら教えてください。全身ピンクでめっちゃアピールするね。見つけられるかな、わかんない。見つけるね、頑張って。ピンクのサイリウム、ピンクのサイリウム振ってくれたら嬉しいです。ピンクとピンク、何分からしてたっけ。ちょっと私も分からないので、ちょっと皆さんにお聞きしておりまして、今自己管理能力ゼロなんですけど、ちょっとそれと頭、あのお腹が空いてて今頭が回っておりません。あと家の時計がぶっ壊れてるので何時か分かりません。終わってるんだけど、なんか家の時計がどん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 早くなってて、多分私の家には霊がついてるんで、あ、待って、もうそう、まあいいや。そうだからどんどん時計がおかしいんですよね。なんかサイリウムじゃない、時計がおかしくなってます。壇上読もうかな。私絶対生きれついてんだよね、本当に。っていう話はまたいつかしますね本当に私みんなに話したいけど話せてない話いっぱいあるんだよね。そういう楽しみをちょっと残しておいた方がね、いいじゃん配信って。ということで壇上読みたいと思います意味わからん終わり方してる。待って、どこから読むんだっけ。昨日もこれ載ったよね。はい、ここだよね。
合ってるよねこれ。うん？合ってるよね。13位、あれ？13位、まことっち、あとメリータン、メリータン、メリータン、ありがとうございます。12位、かずちゃま、あとピオさん、ありがとうございます。11位、かつや、かつや NGT48、はこし、あとメリーの羊、名前が長い、ありがとうございます。10位、さかけんさん、ありがとうございます。9位、なお、あとタクトさん、ありがとうございます。8位ミスターさん、ありがとうございます。7位、わたちゃん、あとずっと TD さん、ありがとうございます。6位、りおちゃん、ありがとうございます。5位、ラーメンマンさん、ありがとうございます。4位、たつやぴ、あとメリーちゃんの羊さん、ありがとうございます。絶対遅刻してますねこれは。3位、よしひろさん、ありがとうございます。2位、りゅうせい、あとメリーちゃんの羊、ありがとうございます。1位、プリモキさん、プリモキバーガーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとう。怒ってないよ、ありがとう。ありがとうございました。さっき中井梨花さんが配信してて、私はとてもとても見たかったんですけど、もしかしたらもう終わってるかもしれないんですけど、あのもしやってたら見たいと思います。バイバイ、ありがとう、メール送るね、おやすみ、おやすみ。おやすみなさい。また明日ね、バイバイ、お疲れ、おやすみ。